で、これからどうするんだ？ここからさらに下のドームに地上へ直接出られるエレベーターがある。つまりそこまで行ければここを抜け出せるってわけだな。そこまで無事にたどり着けたら。現在閉鎖します。ドームゲートキーを入力してください。Thank you.
前に一つ言っておくことがある。なんだよ、突然。このフローターは出力が落ちている。一度道を下ると上がってこれないかもしれない。注意しろ。注意しろって、もう降りちゃったよ。どうしてそういうことを先に言わないんだ。お前はそれについて私に質問しなかった。わかった。次から何かするときはなるべくお伺いを立てるようにするよ。で、どう進む？これから。このまま、まっすぐでいい。見ておきたいものがある。こいつら、みんな死んでるのか？どことなくドラゴンに似てる。なり損ないだ。ここは昔巨大な生物の実験場だったの。いくつかのドラゴンがここで試作された。こいつらはその試作段階の途中で破棄されたテストタイプ。つまりドラゴンのなり損ない、そういうことだ。ちょっと待てよ。それはつまりドラゴンは人の手によって作り出された生き物。今さら何を驚く。ドラゴンもお前たちが構成生物と呼ぶ奴らも大差はない。人によって作られ与えられた使命を全うするためだけに生き続ける者たち。そしてこの私も。行こう。長居をしては奴らに感づかれる。上のフロアと縦につながっている。お前、怪我は？